で、そうかそうか。だから、君が洋を弾きたいのね。日本の国歌弾きたい。OK。そしたら、先生が弾くから、よく、まずは聞いてみて。まずここまでね。で、最初の音何だと思う？レ。レだよね。そしたら、じゃあまずはよく聞いて。音が下がったかな、上がったかな、ステップかな、スキップかな、みたいに聞いてみて。そしたら、レ、次の音は？ロ。ロ。レ。そう、これがスキップだよね。そう、そう。うん、ね、そういう風に、だからよく聞いて自分でスキップかな、ステップかなとか考えてみるの。ね、それでじゃあ弾いてごらん。今のとこまで。そう。ってなるわけね。じゃあこれは何拍子だろう。タン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 。わかんない？だってちょっと先生が手叩くのちょっとよく見てて。タン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 。どんな風に叩いてた？うん、でどうやって数えたりするのそれ。じゃあ1234って数えるか123って数えるか12って数えるかどれだと思う。2かな。もう一回聞いて。タン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 。4。そう、これね4分の4拍子なんですよ実は。ね、1、2、3、4。そう、急に強くなったから分かった。あ、そうかそうか。あ、偉い。そう、それが一拍目なわけね。うん、それで、そしたらレ、ドレ、ミで、ほら一小節分じゃん。レ、ドレ、ミ、ソ、ミ、レ。そう。でもそれでだから、うん、ちょっと待って。だからそれで二小節分でしょ。レ、ドレ、ミで一小節、ソ、ミ、レで、また1小節、2小節、うん、っていうふうに、っていうことは何分音符で書けばいいんだろう。何分音符で書けばいい。4分音符とか2分音符とか、なんだろう、2分。ちょっと待って。タンタンタン4分。タン、うん、だからここは4分でしょ、4分音符でしょ。で、タンタンタンっていうのソーミーレー。最後は最後は2分音符だから、ソーミーシブンシブン2分でしょね。うん、シブンね、っていう風に自分で考えるの、ね、自分で考えたら、そしたらほらちゃんとノートに書けるでしょ。そうです、本当だでしょ。はい、じゃあ自分でノートに書いてみよう。面白いでしょ、ね、じゃあ、うん、こういうのね、耳コピーっていうの。耳でコピーする。そう、耳でコピーして楽譜にするの、耳コピーっていうんだよ。面白いでしょ。じゃあよく見て、正しく書いて。そう、ね、下から2番目の線から書き始めるんだよね。そうです。そしたらね、その1段を2つに分けましょう。ママ手伝っていただけます？うん、ちょうど真ん中辺に線引きましょう。ここちょっともうちょっとトンキモ寄りじゃないかな。ちょっとトンキモ寄りだ。どうだろう。うん、そう、うん、そして、ああちょっともうちょっとあれかな、もうちょっと右だね。そう、まあいいかな。うん、ちょっと待ってね。で、最初4分の4拍子だったから、4分の4拍子って書けるかな。はい、そうです。各お部屋の左側からに音符書くので、最初なんだっけ、最初の音なんだった。レ
例でしょ、うん、じゃあ4分の4の4のすぐ隣ぐらいに例書きましょう。あらあらららそれでですか。例書けました。そしたら次のお部屋にどう書くの。次のお部屋の左端に。そうです。やった書けた。わかった。うん、こうやって書いていくんだよ。そのノート置いて、うん、じゃあそこまで弾いてごらん。歌いながら弾いてごらん。そうですそうです。 OK、ね、はい、はい、じゃあ続きは、はい、OK。